皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の読み取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の読み取りその21。第1問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは砂です。第2問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは磁石です。第3問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは秘密です。第4問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは私立です。第5問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは穀物です。第6問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは警察署です。第7問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは国葬です。第8問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは砂利です。第9問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは所長です。第10問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは神秘です。第11問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは時期です。第12問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは私服です。第13問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは卑怯です。第14問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは交差です。第15問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは死語です。第16問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは雑穀米です。第17問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは秘伝です。第18問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは署名です。第19問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは地震です。第20問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは私利私欲です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。